こんばんは、総価塾の久保です。今日はですね、バイナリーオプションのお話をさせていただきます。私ね、ずいぶん前から、もう1年ぐらい前からですね、バイナリーオプションはまあやらない方がいいとバイナリーオプションについてはかなり私は否定的であり懐疑的ですよというふうに申し上げてきました。まあそうするとですね、バイナリーオプションを悪く言わないでくれと、久保さんはよくわからないからそういうこと言うけど、自分たちは実際勝ってるし、お金もちゃんと出てるんだよっていうことをね、画面とともに教えてくださる方とかいるんですよ。今日はね、はっきりと申し上げておこうかと思います。これはね、私の認識が違うのかもしれませんけども、これを前提に言っておきますね。ただ現実として私の目にしたもの、耳に入ってくるものとして、バイナリーオプションをメジャーで使われてるのって、ハイローオーストラリアっていうバイナリーオプションだと思うんですけども、こちらの方は日本以外の国に対してハイローオーストラリア撤退してるんですよ。要するにね、世界的にはバイナリーオプションが禁止になってるんですよ。こういうことをご存知の上で私の方にね、そういうこと言わないでくれって言ってるのかどうかってことは結構疑問なんですけども、どうなんですかね。そうすると多分自分でやってるわけでもないのに、ただ心理的に反発してるだけとしか私は捉えられないんですよ。現実的にそのヨーロッパ、ユーロ圏とかね、アメリカとかもそうですけども、バイナリーオプションの業者って、あるんですかね。ブローカーもいないと思うんですよ。はっきり言ってハイローオーストラリアから日本のまだ撤退は行われてませんけども、もうやめるようにハイローオーストラリアは指摘が入ってるんですよね。でブローカーも撤退してしまいました。でもまだギリギリやってるような状況なんで、じゃあ今のタイミングでバイナリーオプションをやったりとかね、バイナリーオプションのツールを売ったりとかするのは非常に罪深いと思うんですよ。私に相談をしてくださった方に関しましては 100% をやめとけというふうに申し上げておきます。入れたお金が増えるとか減るとかじゃなくて、いやもうね、法整備すれすれなんですよ。でこういうグレーっていうのはどう捉えるかなんですよね。私はグレーは白ではないって捉え方をしています。でも多くの方っていうのは、多くのそれでも強行してやる方っていうのは、グレーは黒じゃないって解釈するんですよね。皆さんはどちらだと思います？グレーっていうのは白ではないっていう風なグレーの捉え方なのか、黒ではないというグレーの捉え方なのかっていう、これマインドセットの問題ですよね。私はだから、リスクがそれほど高まっていて、ほとんどの国が撤退して、でしかもオーストラリアと日本をつなぐブローカーも撤退してしまって、オーストラリア単体でオーストラリアハイローのね、ハイロー、要するにあれですよ、バイナリーオプションの業者ですよ。ここが単体で日本のアカウントを持っている方とだけ細々と付き合っている状態に人を誘っていいのかな、とても私は思えないんですよね。で私 の予想では、半年から1年ぐらいしてこのハイローオーストラリアっていうのは地上から消えると思います。でハイローオーストラリアのオーナーさんというのは、運営者というのは、逮捕することされることをもう覚悟でやってますね。これ大きな資金を引っこ抜いて、経済事件にはなるかもしれないけども、それでもお金をね、しっかりと残せる算段をしてから撤退するんじゃないかなと思うんですよ。どうですかね、皆さんね、ハイローオーストラリアとかバイナリーオプションに興味ある方いると思うんですけども、実際に日本以外の国で、いやバイナリーオプションやってるんですって言ったら、多分ね、もう口も聞いてもらえないと思うんですよ。要するにね、世界的にはバイナリーオプションって詐欺っていう認定なんですよ。スキャムっていう認定なんですよ。でおめでたい日本の取引されてる方が少しいるって、おめでたいって言ったらね、なんかバカにするみたいで申し訳ないですけども、でもこれ、この事実を知らないでバイナリーオプションやってますとか儲かってますっていうのは、なんかね、私はね、嘘をついてるとしか思えないんですけどもね。まあでも何をやるかは自由なんで、そのまんまバイナリーオプションをやりたい方はやってもいいと思いますけども、まあ私には関わらないでくれって話ですよね。で私の方にバイナリーオプションの相談をしに来た方には 100% それはやめとけ、もう詐欺に近いぞと、禁止命令出てるぞと、一緒に逮捕されたいかっていうことね、申し上げて、かなり脅してですね、バイナリーオプションは投資ではないということを申し上げておきます。FX をしっかりやってる方から見たら、バイナリーオプションとか言ってふざけんなって気持ちですよね、それは。もちろんバイナリーオプションを一つのビジネスとか投資と捉えてやってる方いると思います。その方の自由です、それは。ただ私のところに持ってくる限りは、バイナリーオプションは投資ではないというふうに言わせていただきます。前回もお話しましたけども、超反博打なわけですよ。でその超反博打って、別にバイナリーオプションに行かなくても超反博打は存在するんですよね。で法的に整備されている FX でやれば十分なんじゃないかなと思います。そしてバイナリーオプションはやっぱりね、詐欺の業者がすごく多いんですよ。でその詐欺の業者が多いっていうところに、おいでおいでする人もどうなのかなと思いますよね、私はね。分かんない時はあったんですけどもね、バイナリーオプションについて。私もでも今相当見えてきたのと、実際私バイナリーオプションやって1日でやめたんですよ。ボーナスが出てね、なんだこれやと思ったわけですよね。だこのバイナリーオプションが得意になるよりも FX 得意になる方が簡単で早いです、はっきり言ってね。で投資もちゃんと学べます。
バイナリーオプションにはロジックはありませんから、単なる確率論とね、なんかわけのわかんない過去データかプログラミングみたいな余計なもん買わされて終わりだけなんかなと思いますよね。まあまあそういうことを抜きにしても、そういうことは抜きにしてもね、バイナリーオプションは世界的に詐欺という認定が下りて、どん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 撤退して、今ね日本の人しかやってないみたいな状況です。でバイナリーオプションをやってますというと、確実に投資家仲間で格が落ちるということでございますね。まあ私はもうね、これからもバイナリーオプションは、もう無関心でか、ね、なんか相談があったら叩きます。で相談しないでください。だからこんなもんはね、投資でも何でもないですからね。以上です。